ークキャッツの鉄道技術昔話第45回 EH10 型高速用機関車試作の話。 EH10 型による高速試験が実施された話。東京大阪間6時間30分の可能性。昭和31年11月19日、最後まで残っていた米原から京都間が電化され、晴れて東海道本線は支線の美濃赤坂線、北方貨物線を除き全線電化が完成し、 EH 等による貨物列車の運転が始まると、旅客列車も 2500kW の強力機関車で東京大阪間を6時間半程度で運転できないかという意見が起こってきました。そこで実際に高速列車に必要な条件を探るべく、 EH10 15号機で高速試験を行うこととなりました。この時製作された EH10 15号は昭和30年度に製作された23両中の1両で、特に高速試験用と指定して製作されたもので、次ページのように他の車両とは異なる特徴がありました。EH10 15号は特別仕様ということでね、お話をさせていただこうと思います。こちらの方で EH10 の、 従来の機関車と、あと今回15号機ですね、試作電動機を搭載した10号の比較のための所言表というのをちょっと書いております。ここ見ていただくと分かるんですけども、別円というところですね、EH14 というのは B 種って書いてまして、試作電動機 H ってなってるんですけど、これまた後でね、詳細ちょっとご説明させていただきます。横以上書いてますけどもね。であと1時間定格出力っていうのはこれどちらも一緒です。で連続定格出力っていうのは、やっぱり直、試作電動機がちょっと高くなっています。でここでですね、ご存知の方はね、もう聞き流していただいたっていうかね、もし間違ったらまたご指摘いただければありがたいんですけれども、1時間定格出力っていうのは1時間ですね、モーターを回しっぱなしした時のですね、出力っていうことで安定して出せる出力っていうのは 325kW だと。で連続定格出力っていうのは、これもう1時間に限らずですね、連続運転した時にね、安定して、使える出力っていうのがね、いう意味合いです。で、連続定格出力は275kW ということで、もちろん試作電動機が高くなっています。で、あと、この電子の H 種とか B 種っていうことなんですけれども、要は運転時のですね、機器類の強制の最高温度ということを示しています。B が130度、H が180度ということで、EH10 15に関してはですね、H 種絶縁で制動されているということですね、モーターが。で、ただしですね、試験に際しては、あくまでも B 種と同じ、最高温度までをね、許容するっていう、縛りをかけたみたいですので、130度以上ですね、上がればちょっとこれはもう試運転中止みたいなね、そういう方針でどうも試験は挑まれたようです。であとさらにですね、 EH10 15の特徴ということでね、述べさせていただこうと思うんですけども、機関車のモーターに関しては新技術を採用して小型軽量化されており、従来のね EH14 モーター MT43 よりも約1トン軽いね、2500kg となっていました。またモーターはね、 H 種絶縁ですが、先ほど申し上げましたけどね、試験に際しては B 種のまでの温度しか許容しないというふうなね、縛りをかけています。回転数もさらに上げることは可能でしたが、将来的にですね、 EH10 に戻すことも考慮して、モーターの回転数は 1000rpm で抑えるとともに、性能的にはですね、波数比を変更する項で本来の貨物用機関車に戻せるようになっていましたということで、誕生時はですね、旅客用ということで、製作されましたので、23対71、ね、で貨物用は17対77ということで、波数比を貨物用にすれば10号も貨物用として活躍できるようになっていましたということです。またですね、通常の EH 等が黒色であったのに対してですね、ブドウ色2号の塗装となりましたということで、ちょっと下のね、下手なイラストですけども、こういうイメージだったんだよということでね、見ていただければいいかななんて思います。EH10 15の特徴ということで、引き続きお話をさせていただきます。ブレーキ装置は高速運転に備えて電磁直通ブレーキを採用し、当時としては画期的な方法でした。列車を貫通する直通管と電気回路吹き通しを設け、
空気指令を受けて各車両の電磁弁を作用。各車両のブレーキをほぼ同時にかけることができ、空走時間も小さく、小刻みなブレーキ操作ができるなどの特徴がありました。次に、高速試験開始前に特急スバルの牽引ということで、昭和30年ですね、12月5日と6日の2日間、東京から米原間で特急ツバメ牽引による試験が行われました。EH10 の後部に試験車、G に客車暖房用を兼ねて EF58、プラスツバメ号の編成で、12月5日は下り列車、翌6日は上り列車を牽引して東京に戻ったそうです。昭和30年、12月11日から15日にかけて高速試験が行われました。12月11日と15日は準備作業でしたが、12日は EH10-15 に関する機関車の振動環境の測定、13日も同様に EH10-15 機関車の振動環境の測定、14日は那覇10車両振動環境の測定ということで、以下のような編成がですね、組まれました。ここですね、機動試験車と試験車、ね、この2両を後ろにつないでですね、EH10-15 との5両編成の運転でね、されたそうです。試験区間はね、下記の通りだったということを言われています。試験区間、東海道本線、金谷から浜松間の下り本線、測定箇所なる試験計画速度は、測定箇所は省略させていただきましたが、あとは車両振動関係ですね、那覇10台車の応力関係、列車風、関係の仕事、ね、測定などを、ね、車両で行ったというふうに書いています。120機の試験が行われた結果は結論から言うと、機関車側は問題はないが、客車に関してはもう少し検討要するということでした。特に那覇10の場合、軽量化していることもあって、大圧が意外と大きいこと、車輪の変身などによる振動が大きいことなど問題があったとされています。EH10 に関しては非常に良い乗り心地で、EF58 よりも乗り心地が良かったと言われており、95km 時で 80km 時の運転中の EF58 よりも乗り心地が良かったというような記憶も残っています。その後、昭和31年にも空気ブレーキの試験なども行われていたそうです。並行して計画された高出力電気機関車計画、機関車・客車双方の試験を行った結果、那覇10型客車による大圧の問題や応力の問題などを含め、全体で考慮する点もありましたが、6時間半程度の運転であれば、機関車列車でも問題ないのではないかということで、新型機関車の設計構想もスタートしていたようです。その所見は次のページに記載します。こちらがですね、当時、構想というか、計画された EH50 型電気機関車のね、主要な所見なんですけれども、軸配置はですね、EH 等に準じて BB、ね、BB という形のものをしましょうと。で、機関車重量に関しては 102.4 トン以下、軸重的には 12.8 トン以下を目指そうということでした。で、全長は 22,000m ね、電幅は 2802.8m。で、車体高さも 3.5 メートルなので、ほぼほぼ標準的なね、電気機関車の当時の、車体幅と車体高さであったというそうです。で、主電動機の出力は 325kW 以上ということで、弱め回転は 60%および40% を使用できるようにするというふうになっていました。動力の伝達方式は一段減速のつりかけ式で、ブレーキ装置ですね。これが、電磁直通ブレーキを採用するということでね、なっていたようです。当初ですね、これ実は車体長を19,200、約20メートルに抑えたね、車体案もあったそうなんですけど、それまでに例がないということでね、EH10 と同じ二車体連接となったということだそうです。ちょっと20メートルでね、台車が8軸なんていうのはなかなかちょっと、想像するとすごいなと思うんですけど、そういうふうな計画も当初あったみたいです。最終的にはですね、EH10 で実現している2車体ですね、面倒という部分もあるんですけども、安定性があろうということだと思います。最終的には電車に軍配がということで、昭和30年代当初、試験結果から、
120km 時運転は可能であるが、那覇重が軸重が軽い割には曲線区間における大圧レールを外に押し出そうとする力が大きい傾向にあるほか、まあ、橋脚ではですね、その構造物レンガ部分に亀裂を生じさせるほどの力が働く、まあ、可能性があると指摘されており、まあ、軌道の強化を必要とすると考えていたようです。さらに101系電車による降下減速が実現しつつあるとき、勾配や曲線の多い在来線では床下に電気機器が多いことによる保守費の増大などを考慮してもトータルで判断すると電車での可能性が高いとして、その後は寝台車の特殊な例を除き原則として動力分散方式で行われることとなりました。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は EB 装置について取り上げたいと思います。なお内容変更となる場合もございます。それとリクエストも受け付けております。コメント欄にお願いいたします。必ずしもリクエストにお答えできないかもしれませんが、できるだけの努力はさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。